希少性のアピールです、はい、あの詐欺師とかも嘘つき特にね相手からお金を巻き上げようとする人は必ず希少性のアピールをしていきます、はい、今逃したら二度と手に入らないよとかえこんなチャンスないよってこれ逃したらバカだよみたいなふうにですね相手に対してリスクがあるよってことを説明するのではなくていやこれを逃すことがリスクなんだよっていうふうにこの希少性をひたすらアピールしていきます、はい、当然ですがまともな投資家だったりだとかまともなこのビジネスをやる人っていうのは必ずリスクの説明をするし むしろ本当に儲かるいい話だったら無理に相手にですねこう押し付ける必要ないわけですよ。本当にこれ逃したたらもっいいいないよななよよんんてう必要ないんですよ相手が興味持たなかったら本当にその逃したら二度と手に入らないのうならしいチャンスだったら他の人が買ってくれるし他の人が例えば投資をしてくれるから、まあ、いちいちですね一個人に対してアピールなんかしてこないんですよ。